まあ、ドラムっていうか初めて触った打楽器がサンバで使うスルド、大太鼓みたいなやつで、それで小学校の時にブラジルいたんですけど、それでもなんでやりたかったかって、もうどうしてもなんか憧れちゃって、もうかっこええと思って、もうそれで触り出したのが最初なんで、もう理由ないっすね。かっこええと思ったって。シンバルはチューニングできないっていうね、よく言われてますけど、まあエイジングとかありますけどね、その買って寝かすとかね、よく土に埋めるとかね、ベランダにね2年出しとくとか、ね雨や風に触れてみたいな、サビだらけにするとかよくありますけども、やっぱシンバルだとなんて言うんでしょう、もう一期一会というか、出会いって言いますかね、もう好きか嫌いかというかね、まあ、好みか好みじゃないかですよね。うわこれ好きっていう、この音好きってなったらそれなんでしょうね。この音嫌いってやつは当然買わないですし、と言いながらやっぱね、海外のオークションとかで、ね、いわゆるオールドシンバルとか全然思想せず買っちゃったこととかもありますけどね、来てびっくりとかねありますけど、やっぱりそのね、その場で出会い、その出会いがいいか悪いかあなた次第ってやつですかね。もう実際演奏入っちゃうと何も考えてないというか、今演奏してるその目の前のことしか考えてないですね。どんな曲で自分がするべきことがどんなことかっていう、ちょっとかっこいいこと言ってますけど。まあ、何でしょうね、そのボバのビートが何ですっけ、何憧れる憧れるってなんかありがたいことですよね。でも本当にもう皆さん、何だろう、ね、同情するなら金をくれ的な感じっていうんですかね、ね、まあ、どうやって習得したかというか、もうそもそも
まだ習得できてると思ってないんで、一生懸命やれば多分いいと思います。多分その3点、バスドラ、スネア、ハット3点だとして、多分ね、単純計算するとパーツが3つあって、組み合わせとしては多分その選択肢1っていうか、まず1、3つ使わない、000でこれ1、え、次に3つ使うでこれで2、え、次にハットだけ使うで3、スネアだけ使う4、バスドラだけ使う5で、次はどうしましょうか、バスドラとスネアだけ使う1、バスドラとハットだけ使う1、スネアとハットだけ使うまあちょっとね、なんでしょう、あとはもう考えてほしいんですけど、とりあえず今言っただけでも、まあ ね、こんだけの組み合わせがあるってことで、で 3つしかないっていうんじゃなくて、この3つの中の組み合わせとかでしょうね。でもまたその中でさらにバスドラフォルテ、スネアフォルテ、ハットピアノみたいな、バスドラピアノ、スネアフォルテ、ハットピアノみたいな、多分で、おそらくですけども、機械とか AI っていうのは、僕が今この自分でも全然整理して説明しきれてない組み合わせとかが全部できちゃうわけで、何の話でしたっけ？結構やっぱりシンバル界といいますか、この地球上の、まあ、いろんなシンバルありますけど、当然やっぱりジッかパイステかみたいな、まあ、特に僕らコンテンポラリーな音楽やってる人間からすると、ジッかパイステかみたいな時があって、大体ですけど、まあ、ここでこんなこと言うのもなんですけども、大体アコースティックなものとか、アーシーとか、人間的な、まあ、言っちゃえばその人の声っていうか、あんまり電気じゃない、その場の鳴り重視な音楽みたいな時だと、まあ、大体みんなね、系だったりとか、要はそのちょっとまろやかでダークで沈むみたいな、抜けすぎないみたいな、そういうのが好まれていると思うんですよね。でそこにカウンターできたのがやっぱパイステであって、このロックとかエレクトリックミュージックがね、バカオンってこのもう 大音量で大人数の前でバカオンってやるときに、このパイステンのこの抜けのいいキラッとした、ね、そういうの、そういう時代背景の中、モダンエッセンシャルはなんといわゆるそのパイステユーザーがもうなんて言うんでしょう、心の底ではちょっと憧れている、このジル的なもの、そこら辺も合わせちゃった感じっていうか、すごいマイルドでアコースティックに馴染む、混じるよう混じりかつキラッとしたね、きらめきも出してくれるっていう、何の話でしたっけシンバル鳴らすときに、というかまあ実際ね、思想してる人と違って、なんて言うんでしょう、シンバルだけ叩くとかそうそうないんで、やっぱりなんて言うんでしょう、曲の中って言いますか、そこで
ベストだろうなと思う。シンバルの音っていうか、なんだろう、まあ音ありきなんで、まあ音ありきっていう前にまずあのイメージありきなんですけど、その自分のイメージありきでそのイメージと同じ音が出せたら多分なんでしょう、完成なんでしょうね、その演奏って。そもそもなんですけど、まあ実際ジャズのね、ジャズの歴史っていうか、そこで絶対的にねジャズと本当に共に歩んできたのがあのねパイセッシャーではなくてあのジルなんですけども、じゃあロック産業になってどうなったかって時に、やっぱりあのもうね、もうこれだけは言いたいんですけども、もうぶっちぎりのドラムヒーローで、まあ、実際誰も超えられないし、もうまあ当然もう亡くなっちゃってますし、もう超える人いないだろうっていうね、あのジョン・ボンナム先生がまあ広めましたよね、実際パイステを。まあビル・ブラフォード先生とかもそうですけど、まあ、そこでやっぱりロックこの音みたいなやっぱり作っちゃったのがパイステだと思うんですよね。多分僕は死ぬまでその呪縛に取り憑かれて、ところがですよ、この呪縛っていうのが全然苦しくないんですよね。嬉しい呪いっていうか、ずっと魔法を見させてもらってる感じですかね。多分ね、それが世界中の人にとっての、まあ世界中のパイステ好きな人にとってのなんでしょうね。だからまあ魔法かけてくれてありがとうと思っております。ただね、今ちょっとジョン・ヘンリー・ボーナムって言えばよかったな、どっちでもいい